月の7日日曜日、ゴールデンウィーク最終日になりますね。今日の山形は、全国と同じように昨日の夜、昨日からずっと雨です。雨の一日になります。そんな、雨の山形ですけども、今日はモンテリオ山形のホーム戦が行われます。今日は、昨年 J2 で、ごめんなさい、 J3 から昇格ということになりました藤枝マイ FC さんを、山形の方にお迎えしての試合となります。いや、藤枝マイ FC さん J2 昇格おめでとうございます。そして藤枝サポーターの皆さん、ちょっとあいにくの天気になりましたけども、山形楽しんでいってください。でその藤枝マイ FC さん、この J2 昇格の勢いに乗ったままと言いますか、勢いが続いておりまして、ここまで13試合が終わって8位と非常に好成績となっております。いやー、素晴らしい勢いですね、本物ですね。で、我々モンテリオ山形は現在21位という厳しい状況です。今日勝てなければ、まあ、他チームさんの結果次第なんですけども、最下位に沈んでしまう可能性があるんですね。逆に勝てれば、一気に順位が他チームさんの結果次第で3つ4つぐらい上がれるので、なんとしても勝たなければいけませんね。ちょっと藤枝さんを悪く言うわけじゃないんですけども、長年 J2 で踏ん張ってるというか活躍している我らのモンテリオ山形、そして J1 の経験もあります、まあ、その当時のメンバーとは当然違いますけども、ちょっと長年 J2 で戦っている我らの底力を見せましょう。ただ勝つだけじゃなくて、今日はちょっと本当に藤枝さんには失礼な言い方になってしまうんですけども、完勝という形で力の差を見せつけなければいけないかなというふうに思っております。厳しい天気ですけども、激アツの応援していきますよ。はい、今日のスタジアムグルメでございます。ちょっと雨なのでね、外で食べるの厳しいかなと思ったので、一回車の方に戻ってきました。いつものジュリさんの野田ちゃんのかぼちゃコロッケ、そして今日はトマトの森さんの、こちらのメンチドッグをいただいてきました。もうトマトの森さんのこの商品っていうのはすごくトマトの味が濃くて美味しいんですよ。そしてお店の方、皆さん優しくて親切な方です。もうトマトの森さん、そしてジュリさん、本当におすすめですので、スタジアムに来られた時はぜひ食べてみてください。いただきます。
お待たせしました。そしてモンテリオ山形の皆さんも全員で一体一体と全部合わせて勝利の喜びに分かち合いましょう。それでは参りましょう。ブルイズスタート。苦しい時間が長かったけど、皆さんがいつも、背中を押してくれたので、やっと今日勝つことができました。ただまだまだ足りないですし、自分たちが落としてきたものをここからどんどん自分たちが拾っていけるように、そして次へダービーなんで、もう絶対勝って、もっと勢いになって、どんどんウィニングで頑張っていきます。これからもよろしくお願いします。まあ、すごい遅かったと思うんですけど、やっと勝てて安心しました。辛い時期を、僕たちと一緒に、乗り越えてくれたお母さんに感謝します。ありがとうございます。次のダービーの歌に勝ちたいと思います。よろしくお願いします。素晴らしい選手たちにもう一度拍手をあげてください。今日18時以外も毎日本当にタフにトレーニング取り組んでます。彼らにも拍手をあげてください。自宅の方に戻ってまいりました。ちょっと試合が終わってもうちょっとスタジアムの方雨がすごかったので、ちょっと撮影しないで、自宅の方に帰ってきてカメラの方を回しております。でその今日の、試合の結果なんですけども、前半のうちに藤枝舞 FC さんから2点取られてしまいまして、厳しい展開だったんです。ですが、もう手越さんをはじめ全国の手越さんファンの皆さん、ハニーの皆さんですね、
サニーの皆さんが山形に向かってこうパワーを送ってくださったおかげで後半3得点大逆転勝利となりました。本当に何て言うんでしょう、冷たい雨の中本当に厳しい試合でしたけども、諦めずに最後まで応援続けて本当に良かったです。いやー、待ちに待った今シーズン初となるホーム戦の勝利となりました。でさっきもちょっと触れたんですけども、今日、J2 に昇格して勢いに乗っている藤枝真由紀さん、もうその勢いは本当に素晴らしいですね。ちょっと前半の2分なんですけども、岩渕選手がもう一瞬の隙をついて見事な先制ゴール、まあ、我々モンテリオ山形サポーターからすると何が起きたっていうような感じでキョトーンとしてしまったんですけども、いや見事な先制ゴールでした。本当に勢いってすごいですね。で前半の43分に、今シーズン絶好調でもう得点を量産している渡辺亮選手、こちら PK をきっちり決めきって2点、そして前半が終わったんですよね。で後半どんな感じで巻き返してくれるのかっていうのに期待して、後半の応援始めました。もう選手の皆さん頑張ってくださってるので、それで、まあ、ちょっとねジャッジに文句言うわけじゃないんですけども、あくまでスタンドからゴール裏から見てる我々モンテリオサポーターから見たという視点で言わせていただきますけども、一回ゴールネット揺らしたんですよ、モンテリオ山形の選手。それがまたオフサイドっていう形になってゴール取り消し、またかよって感じだったんですけどね。あとはジャッジも文句言うわけじゃないんですけども、本当にモンテリオ山形側からするといやいやそれはないだ、それ逆でしょって、なんでうちにイエローなのとかっていうような厳しいジャッジが何個かありました。ちょっとねダゾーンで振り返り観戦とかしてないので、ちょっとどういう状況だったかっていうのはちょっと我々ゴール裏から見てるサポーターからもちょっと遠いところだったのでちょっとはっきり分かんなかったんですけども、まあねジャッジに文句言っても仕方ないですし、やっぱり前から何回も言ってるように、我々サポーターがスタンドから見てるこの何て言うんでしょう、試合展開とピッチレベルで選手に一番近いところで見てる審判さんの目線とか見方っていうのも違うのは当然なので、まあ文句言っても仕方ないのでね、まあ文句言わずに、うわなんでなんだろうっていうようなちょっと疑問を抱えたまんまちょっと静観させていただきました。でもそういった、逆境って言っちゃいけないんですよね、ちゃんとしたジャッジなので、でもそういうようなジャッジがあったにもかかわらず、後半、24分ですね、途中出場となった横山瑠衣選手がまず1点取ってくれまして、1対2というような形で追い上げが始まりました。そして後半35分、今年キャプテンを2人体制でモンテリオ山形採用してるんですけども、まず僕の推しっていうか僕にとって神のような存在のこの山田拓実選手が、もう何年目 ?3 年目 ?4 年目ぐらいなのかな、キャプテンそのままずっと続けられて、で昨年からの引き続き、昨年からの引きから引き続き南修斗選手もキャプテンを、山田選手と一緒にされてるんですけども、南修斗選手がゴールを決めてくださいまして、2対2に追いつきました。いやーもうここから押せ押せっていうような感じで、その3分後ですね、チアゴ・アウベス選手が決勝点となる大逆転の3点目のゴールを決めてくださいました。お見事でした。もう本当に素晴らしい後半のゴールラッシュでした。
で、結構このゴールラッシュの前にまた藤枝マイル審査に PK をとか与えてしまって、ちょっと我々ねモンテディオサポーターからすると失点はちょっと覚悟した方もすごく多いかと思うんですよ。でもそれをゴールキーパーの長谷川浩先生がもうバッチリドンピシャのタイミングで止めてくれまして、実はもうこのプレーからモンテディオ山がグワーって勢いに乗って、それで押せ押せ大逆転勝利という形になりました。いやー長かった、本当にホームでの初勝利長かった。でももう3ゴール決めて、もう周りのサポーターの皆さんともうダーッとハイタッチ3回もさせていただいて、勝利のハイタッチもさせていただいて、選手の皆さんと一緒に我々サポーター勝利のブルイズ歌って最高でした。本当にありがとうございました。もうこれも本当にもう何回も言ってますけども、4月16日モンテディオ山形のホーム ND ソフトスタジアム山形にお越しいただいて、パフォーマンスを素晴らしいパフォーマンスを披露してくださった手越優也さん、そして手越優也さんのファンの皆さん、通称ハニーの皆さんですね、もう全国から山形に向けて本当に熱い熱いエールを送ってくださったおかげだと思います。4月の30日にちょっと個人的なことで申し訳ないんですけども、仙台で行われた手越優也さんのライブ行ってきましたけども、そちらの方でも前日の29日、そして僕が参加させていただいた30日のライブでも手越優也さん、MC でモンテディオ山形のことをすごく気にかけてくださっておりました。ファンの皆さんも本当に我々モンテディオ山形のサポーターのを温かく迎えてくださって、そして温かいお言葉をかけていただきました、この場をお借りしまして改めてお礼の方申し上げさせていただきます。本当にありがとうございました。いやもうこれで、ようやく念願だったホーム初勝利飾りましたので、もうこのまんま勢いに乗って我々モンテディオ山形上昇していくだけです。まだまだ厳しい戦いを続きますけども、本当に選手と一丸となって戦っていくのみですね。で順位の方なんですけども、試合前は21位と、もう下から2番目の順位だったんですけども、他会場の結果も踏まえまして19位に、上がりました。で21位、22位が今年の J3 の降格圏の順位になるんですけども、降格圏から脱出しました。で次です。次はですね、来週の土曜日5月13日、ユアスタの方にお邪魔しまして、もう J リーグの前からずっと続いている、エガルタ仙台さんとの道のくダービーです。負けられない一戦です。我々モンテディオ山形も負けられないですし、エガルタ仙台さんも負けられない一戦です。バチバチの熱い熱い戦いになります。こちらの方に遠征してまいります。楽しみだ。本当に今日の勢いのまんまエガルタ仙台さんに何としても勝ちたいですね。よし、また、全国のハニーの皆さん、仙台の地に向かって熱い熱いパワーを送ってください。そして現地に駆けつけるモンテディオ山形サポーターの皆さん、一緒に選手を後押ししましょう。今日ですね、試合前に、モンテディオ山形の社長さんとお会いすることができました。で、この動画の前に、さっきもちょこっとお話ししたように4月30日仙台で行われた手越優也さんのライブの方に参加させていただきまして、そのハニーの皆さんと ありがたいことに交流させていただいているんですね。で今日も、はい、こちら、はいはい、テゴニャン with 手越大名字と手ごぬい、手越さんのぬいぐるみ、こちらの方を持って行って応援しておりました。で、
竹越さんのキャップもかぶって応援しておりました。ちょっと雨に濡らしたくなかったので試合中は違う帽子かぶってたんですけども、でハニーの皆さんとのやり取りの中で竹越さんのご来場、そしてハニーの皆さんと我々モンテリオ山形サポーターの皆さんとの交流ですね、こういうのを1回限りで終わらせたくないなと思って、今日社長さんにモンテリオ山形の社長さんにお会いできたら、もうこういった手越さんのグッズですね、これの公式のコラボグッズいかがですかっていうプレゼンをちょっと社長さんから5分ほどお時間いただけましたので熱心にアピールしてきました。そして手越さんの再来場も、お願いしてまいりました。昨日ですね、モンテリオ山形の今年の夏ユニサマーユニフォームがデザインが公開になりまして、もうツイッターの方で手越さんに似合いそうっていうツイートがものすごくたくさんありましたので、もうぜひ手越さんに可能であればですよ、可能であれば夏ぐらいに来ていただいてサマーユニフォームを身にまとっていただいて、またパフォーマンス披露していただいて、モンテリオ山形のペンライトですね、そちらのスタジアムのところ一体になるような素晴らしい演出、そして花火、こちらの方を手越さんに見ていただければなと思ったので社長さんの方に難しいとは思いますがちょっとご検討くださいっていうような感じで熱くお願いをしてまいりました。で、やっぱり社長さんすごいニコニコして、あ面白そうだなっていうような感じで興味を持って聞いてくださったんですけども、やっぱり乗り越えなければいけない壁っていうのがたくさんあるみたいです。まあ、手越さんをお呼びするっていうのももちろんですし、そういった手越さんとのコラボをしてグッズ化するとかっていうのは本当に難しい問題がたくさんあるのでね、やっぱりお願いしますじゃあやりますなんて簡単には言えないことですので、でも社長さんものすごく興味を持ってくださったので、特に手越さんのぬいぐるみにモンテのユニフォームを着せてこう背中に1054手越優也っていうようなナンバリング入れて本当に公式グッズというような形で販売とかどうすかね、難しいですかねとかっていうプレゼンさせていただいたんですけども、本当に興味を持ってくださってニコニコして聞いてくださって、分かりました考えますっていう風に力強くおっしゃってくださいました。ただ本当に実現させるには難しい問題ばっかりですので、どうなることか分かんないですけども、まあ、社長さんにお話を聞いていただけたというそういったありがたい報告でございました。いや本当にさっきもちょこっと言ったようにね、手越さんの来場がもし叶うのであれば、このペンライトの演出、そして打ち上げ花火が上がる、夜空に花火が上がるっていうのをこの間のライブで多くのハニーの皆さんとお話しさせていただいて、そういったこともお話しさせていただいたら、多くのハニーの皆さんからうわそういうすごい演出があるんだったらもうモンテの試合行きたい、夏そういったイベントに参加してみたいというふうにたくさんの方からおっしゃっていただきました。本当にありがたいことですね、本当にちょっと何回も同じこと言って申し訳ないんですけども、そういった手越優也さん、そしてハニーの皆さん、そして我々モンテリオ山形サポーターのこの交流とか、ね、お互いの我々からするとこうライブ会場にお邪魔したり、ハニーの皆さんからすると NJ ソフトスタジオの山形や全国各地のスタジアムでモンテリオ山形の試合に駆けつけてくださるっていうこういう交流は本当に1回では終わらせたくないので、もっともっとこれから密な関係になっていけなっていって、お互いがお互いを盛り上げていけるような関係性を続けていければ本当に何よりありがたいと思っております。さあまたまた長くなってしまいましたけども、さっきも言ったように、実節は5月13日我々モンテリオ山形仙台の方にお邪魔して、ベガルタ仙台さんとの日曜日ダービー、いやー本当にこの一戦はもう楽しみです。こちらの方で熱い応援をしてきます。
連勝となるように、もう本当に多くのモンテディオ山形サポーターと共に応援させていただきます。本当に全国各地の、手越優也さんのファンの皆さん、ハニーの皆さん、モンテディオ山形への熱い応援、そして結果をものすごく気にしていただきまして、本当にありがとうございました。では次、岩下仙台勝ってきます、連勝してきます。皆さん、また熱い熱いエールをよろしくお願いいたします。では最後までご視聴いただきましてありがとうございました。ではバイバーイ。